崎チャンネル。じゃあ、こんにちは。さあ、今日はですね、はい、ソフトバンク4軍制の是非というね、ところで現状ではね、4軍制に関しては来季から動き始める予定で進んでいると、球団からの発表があると思うけども、その予定で進んでるらしいのね、はい、でドラフト終わって分かんないけど、はい、めっちゃ取ってる可能性ある、はい、でも俺はこれに賛否あるよ。いいと思う人もいるだろうし、はい、悪いっていう人はほぼ声聞かないけど、うん、俺も炎上覚悟で今日はあえてこの問題に反対意見を述べたいと思います。反対なんですね。反対ですね。でもね、最初から言うとルールには違反してないんで、うん、これは正当な権利です、はい、だから何にも問題ないです。ソフトバンクの親会社の多大なる資金力でそういった3軍4軍を引いてチームを強化に図る真っ当なやり方ですね、はい、だからやってることは何一つ悪くないんだけども、うん、俺はこれはんって思う。どこにうんって思うんですか。やっぱ数の原理が大事だから、このソフトバンクのドラフト戦略の動画でも喋ったけども、はい、ここ数年支配下で取った選手たちが一軍の固定メンバーになってるやつほぼほぼいないの。そうですね、うん、で育成からの上がってきた選手たちが多いってなった時に、これはまあいつも言ってるんだけども、一軍支配下70人の中で一軍の選手30人を作るよりも100人から30人もしくは150人から30人作る方が楽だね。数打ち当たるじゃないですか。そうそうそう、数の原理でね発生するからね、はい、でそういったところでも多分育成が大事あってソフトバンクもまあ思ってるわけですよね、はい、で数が多ければ多いほど当たりを引く可能性があるっていうことも理解してるんですよね。そうですね。で2年連続リーグ優勝できなくてどうかしなきゃいけないと、うん、でも試合下で取った選手たちはうまく機能してないと、うん、やっぱ数いるようだみたいな感じでやらなきゃいけないっていう戦略っていうところでは正解だし真っ当な考えだと思うんだけども、うん、ちょっと斜めから見た時に、はい、こういう問題起きないのかなって思うのが俺の疑問符で、はい、いい選手だけど試合下でない選手取るんだよね、うん、ってなった時にそれがもし育成が70人いたら、だから試合が70人育成70人もしくは試合が70人育成50人でいたらほぼ半分育成よ、はい、で今年で言うと66人だったと思うんだけど試合下が、はい、仮に50人いたら50分の4しか空いてないんだ。要は1割試合下になれないんだよね、はい、ただ買い殺し増えるよね。あ、まあそれは育成の人数増やすイコールもちろん買い殺し人数、まあ、買い殺しって言い方あれですけど、うん、その人数も増えるのはもう当たり前ですよね、うん、ってなった時に、はい、アマチュア野球の衰退とかにつながりませんかっていう俺は疑問があるんだよ。要はそこそこいいんだよね、はい、その選手が社会人行ったりもしくは大学行ったりなんかして3年後4年後にドラフト1位2位の選手になる可能性もあるんだよね。でもその人たちがその可能性をソフトバンクの中の1割弱の可能性の中外出たら100人分母も増えるけど分子100になるから今は分母50で分子4とかだから、はい、ってなった時にこっちの確率を全部消すことになるじゃん。ああ、まあそうですね。でいい選手がそこが全部ごそって取っちゃうと、うん、社会人とか大学が若干レベルが下がりませんかっていう懸念がある。あともう一つが選手も会とかに話聞いた時もさ、うん、もし育成で取れられなかったら野球やめてたかも分かんないっていう、うんそうですね、だからその社会人とか大学野球も行けない人たちもいるから、うん、その人たちの門戸を広げるために育成っていうのも大事だと思うけど、あまりにもガサッとあおった方がいいじゃないけど、うん、取りすぎちゃうとこの選手たちが後々ドラフト1位とか2位になる可能性があった選手たちも囲うことになるわけじゃん。それってお金の力で囲って平等性書かないですかっていう。でも取ってそこでじゃあ大学に後に行きましたと同じぐらいの育成力でも4人とかしか1軍入れないから、入れないとしてもで試合にも出れなくなっちゃうじゃん。でもこっちに行ってたら出れるかもしれないじゃん。あでもたくさん取るからこそ3軍4軍に分けて試合に出る機会とか、うん、こうまあ増やすんだけどね、1人が増やそうっていうことではあるとは思うんですけどね、うん、でも道のり遠いよね。だからアメリカとかだとなんかもうファームとか 3A、2A、1A とか入れたら8軍ぐらいまであるの、はい、でも独立リーグしかないじゃん大学 か、 だから社会人野球ないじゃん。だからその日本は大学もあって社会人野球もあって独立リーグもあるから、うん、どっかが衰退しそうみたいな。で社会人野球もどんどんチームがなくなっていってるの。アマチュア野球界の衰退にあんまりガサッとお互いで取りすぎちゃうと、うん、なくなっちゃうんじゃないのかなと思って、だから俺は育成も人数決めた方がいいんちゃうかと思う。あなるほど、何人までっていう。そうですね、うん、うんうんうん、だからもちろんねそんなの他のチームが育成持たないから悪いんじゃんみたいな、うん、金あるからチーム強化に使うのは当たり前じゃんは当たり前だ、そう、はい、もちろんその通りっていう、うん、やらないところが悪いんだけど、はい、あんまりやりすぎちゃうと、うん、ソフトバンクにしたらめっちゃいいのよ、うん、でも野球界そのアマチュア野球も全部含めた全体の向上にはつながっていかへんのんちゃうかと思っちゃう。
あーなるほど、全部こそっと取るからね。だから沖縄とか鹿児島とか九州全域で、うん、マグロをもうガサッと取っちゃうようなもんなの、はい、すっごい漁獲量厳しいらしいの、うんうん、鹿児島とか九州とか沖縄とか、うん、なぜかっていうとそっから回遊魚で上っていって、はい、大きくなったのが最後あの大間に行くらしいの、うん、でもここでゴサッと取っちゃうと大間行かないらしいの。あーなるほど。ただやっぱもうメリットっていうのもさっき佐藤さんが言ってたようにあるじゃないですか、チームのね。俺が言ってるのは野球界のメリット。あ、まあ、野球界の。そうですね、チームにメリットはめっちゃあるけど全部のこと考えたら、はい、ゴソってその若いうちに全部取っちゃってみたいな、うん、他のところも行けてたかもわかんないのにみたいな。まあまあまあそうですね。例えば海選手みたいに行くところがもう大学にも行く予定はなかったっていう人にとってもいるから、だから人数を制限してってすればいいんちゃうかっていう、うん、このアマチュア野球界も守れるし、そういった囲い込みもなくなるし、ひょっとしたらその選手たちの目をつむ可能性もあるから、うん、可能性を広げるためにももうちょっと育成の選手の中の人数を12球団その枠試合が70人みたいなところを12球団で決めるか、はい、もしくは育成選手は2年目以内に試合下にならない選手、もしくは試合下から育成に来た選手は全員現役ドラフト。あおだったら俺はいいと思う、はい、そしたら飼い殺しもないし、うん、狭き門にならなくても済むし、他の球団のルートも入れて飼い殺しも防げるわけじゃん。そうですね。その代わり、うん、育成選手を取ったチームは次の年試合下にしなきゃいけない。あ、育成取って育成はダメ、支配下前提で取るってことですね。育成選手取った場合は必ず支配下にしなきゃいけないっていうルールで現役ドラフトするんだったら俺はいいと思う。あーなるほど。あの前本当海選手にインタビューに行ってた時にすごい印象的だったのが、 もしソフトバンクで上に上がれなくても絶対どっかの球団の誰かが見てくれてるだろうと思って頑張ってるってなんか言ってたんですよ、うん、でその現役ドラフトのその制度があったらさらにそういう気持ちが、そうそう、だから捨てられてから、うん、取られると、うん、もう取られないからね。だからそういう風に育成選手も現役ドラフトに並べなきゃ、今だったらもう育成選手は除外だから、だからもしその育成選手の中でこの選手を現役ドラフトに上げるのは嫌やとってなったら2年目の最後に試合下にすればいいだけだから。そうですね、枠をね、ここ作って、うん、でその代わりそこで枠入れて試合下の選手を育成にした時点でその選手が何年目だろうと育成にした時点で、うん、テーブルの上には乗るけど、そうしないとこの入れ替えで操作されちゃうから、はい、っていう風にすれば俺はいいと思う。だからそこら辺の改革はちょっとしないとソフトバンクにとってはいいルールなんだけど、でもしくはその育成でもいいからプロになりたいって思ってる人たちはいいルールなんだけど、入る時はいいけど入ってからがなんやねんってなってくる、うん、ライバルが多いですもんね。であと門が狭いからね、うん、で70人ちょでそこには外国人選手の枠もあるから、育成選手だけの4じゃなくて、うん、外国人も入れた中の4だから、はい、もうほぼ2とかなんだよ枠が。で開けとかなきゃいけないし、そしたら50分の2とか。確かに分子が少ないですね、うんうん、少なすぎるのよ、うん、ってなった時に、うん、そこの買い殺しを防ぐためにも、うん、選手会はもっと動かなきゃいけないと、この問題に対して。だからその育成ドラフトにそれが乗ったらめっちゃいいじゃん。でそしたらソフトバンクも誰それ彼それでも取れないよね、うん、ってなったらアマチュアの野球の衰退にもつながらないし、うん、そこで伸びて食ってくる選手たちの足かせにならなくても済むじゃん。ソフトバンクはいい施設だしいいルールのもとやってると思うけど、はい、これはどの球団もそうなんだけど、うん、合う合わないあるから、そのソフトバンクにフィットしないで成長しきれなかった選手たちもいるわけじゃん、うんね、それが試合下の選手たちじゃんね、はい、だからどんないいシステムを持ってどんないい施設でどんないいところであってもコーチとか監督との人間関係とか、うん、もしくは自分と同じポジションに圧倒的な人がいていい選手なのにお呼びがかからないとか、うん、っていう可能性もあるから、だから俺はもうその育成選手に制限かけるかかけないんだったら育成選手も現役ドラフトに3年目以降まで育成の場合、試合下から育成になった選手っていうのは全員現役ドラフトに名前が載る、うん、その代わり育成選手取った場合は試合下に必ずしなきゃいけないか、うん、どっちかしなきゃ俺はいけないと思う。あ、そうですね、野球界の発展のためにも、うんうん、このままもし育成を毎年去年14人ぐらい取ったじゃないですか、うんうんうん、本当に4軍戦引かずに毎年でもこのぐらいの人数を取っていって、うん、3軍の選手とかが膨れ上がるよりは3軍4軍引いた方が絶対出場機会とか見てもらえる機会も増えるから私もいいなと思うんですけど、うん、確かに言われているようにその分なんか買い殺しとかアマチュア野球界にご影響を与えるのならば、うん、現役ドラフトとかそういう制度を作ったりとかしたら、うん、よりよくそれは他のチームにも行けるわけじゃんね、うんうん、
その代わり他の球団の育成選手も乗るからね、そうですね、ソフトバンクばっかりじゃないわけよ、うん、まあ、その企業努力としてそういう試みがルール内でできるからね、うん、やるのは素晴らしい試みだと思うけども、うん、ちょっと斜めから見た時に、うん、どうなんやろうって思うところもあるから、うん、ただ俺はもう提言してるだけだから、あとはもうコメントも含めて皆さんが議論してね、はい、うん、そうですね、やっぱ一番みんなにね、うん、野球界もそうだけどみんなにいいような感じのしてほしいね。そしたらよ、これをやればどっかの球団が FA で人的保障になんないように育成に落とすみたいな疑われてるとこもあるけど、はい、そうなった時点でそいつ現役ドラフトに乗るからね、はい、あーなるほどプロテクトにはちょっと入れられないけど取られたくないっていうから育成に落としたって選手はもう落とした時点でその年の現役ドラフトに乗っちゃうから、うわそうしたらそれもできなくなるわけよ、はい、どうですかっていう俺の、ちょっといろんななんかルール整備になりそうですね。そういろんなことをこの防ぐようなこともできるし、はい、選手のこれそれこそ買い殺しは試合下の選手より俺育成の選手の方が買い殺し多いと思うよ。試合下に上がれないんだから、試合下のやつらは一軍行く可能性あるから、うん、別に買い殺しても何もそいつが頑張ればいいだけだけど、うん、育成はどんなに頑張っても枠の問題があるから、うん、試合間にさせてもらえない可能性もあるからね。だからそれを試合間だけのためだけのルールでいいんやっていうのは選手会としてはもうちょっと知恵なさすぎるから、うん、そうやって育成選手も含めた、まあ、今の4軍制とかあんまり膨れ上がりすぎるとどうなんやっていうところは議論の対象になってもいいと思うから、はい、そこら辺はまあこれをきっかけにね、はい、何がいいかは分かんないけどね、俺はこう思うけど皆さんどうですかっていうね、こうだから建設的な議論したいですね。そうですね、はい、皆さんの意見聞きたいですね、聞きたいですね、どう思ってるか、はい。